はい、皆さんこんにちは、西岡義人です。今日はですね、ついに全米オープンが始まりますということで、皆さん大好きドロー解説していきたいと思います。今年最後のグランドスラムですね。はい、まあたくさん面白いドローがあるので、いくつか行っていきます。まずはですね、まあ間違いなく面白いでしょう、ニック・キリオス選手とタナシー・コキナキス選手。まあ、この1回戦は激しいですね。マジで当たると思わなかったです。はい、2人ともダブルスで、オーストラリアオープン優勝して、そしてまあ今もずっとダブルスを組みながら、まあ昔から知っている友達同士っていうところもあり、お互いもちろんライバルでもあると思うんですけども、まあまさかこういうドローが実現するとはなかなか面白いですね。まあキリオス選手、まあ絶好調で、まあコキナキス選手、ちょっと今のアメリカハードコートシーズンではそんなに勝ってはないんですけど、まあ一つのファンの人からすると面白い試合になるんじゃないかなと思うので、まあだからアメリカ関係なく初日のナイトマッチっていう、まあさすがですね、さすがのキリオスの人気の高さを表してるかなと思います。次ですね、カレンジョブッサ選手と TM 選手。まあ TM 選手まだ怪我からカムバックしたばっかですけど、まあそれでもやっぱり最近少しずつ勝ち出して、まあやっぱりトップ選手にも勝ったりもしだして、まあ勝ち方はやっぱもうすでにトップの時の感覚をまあ戻しつつあるのかなというふうに思うので、まあカレンジョブッサ選手がこの前初めてマスターズを優勝して、勢いはありますけども、まあ TM 選手もやはりまあ優勝しているという実力者でもあるので、まあやはりここは間違いなく面白くて、そしてまあ接戦になるんじゃないかなというふうに思います。まあこのビッグネームの1回戦はなかなか面白いかなというふうに思います。はい、次がですね、フリッツ選手とこの予選上がりのホルト選手、ブランドンホルトかな選手なんですけども、まあ僕この選手正直知らないんですけど、あのツイッターで見て流れたのが、もともと女子の US オープンの最年少優勝者かなの息子さんかならしいです。2世が出てきたということで、めちゃくちゃ盛り上がっていたんですけども、なかなか2世が強くならないなっていう中で、まあこうやって出てきて、まあそしてアメリカの先輩のフリッツと戦うっていうところで、まあかなり僕はフリッツ選手が勝つとは思うんですけど、意外とセットとか取るんじゃないかなっていうのが、まあ僕の見解ですね。アメリカ選手含んで、海外の国外の選手のいいところって、こういう若い選手が上の選手とやるときに結構なんだろう、なんか引かずに思いっきり戦い出すっていうのがあるので、振り切っていくとパワーがある分、まあ相手もいいショットが入ったら取れないっていう現状があるので、そういう中でのプレーになると、やっぱりまあワンセットぐらいならセットを取るチャンスあるんじゃないかなというふうに僕は思いますね。まあ勝ちまでは正直厳しいかなと思います。はい、フリッツ選手やっぱ強いんで、今年勝ちまくってる分勝ちまでは厳しいかなと思いますけども、意外とヒヤヒヤする試合にはなり得るんじゃないかなとは思います。あ、そしてもう一個ですね、アルカラス選手とバイズ選手の1回戦。これも結構個人的にはやっぱアルカラス選手が打ち切るんじゃないかなって思うんですが、ちょっと見てみたい試合ではあります、僕が。で、なんでかっていうと、まあ、170センチのバイズ選手なんですけど、近くで見るとマジで体すごいんですよね。同じ170とは思えないぐらいの筋肉あって、正直すごい体が出来上がってるなっていうのが思います。なので、どうやってアルカラス選手と戦っていくのかなっていうのが、まあ、僕のなんか見てみたいポイントですね。彼がどういう風に今の若手の最強選手を倒そうとするのかっていうのが結構見ものですね。僕自身まだアルカラス選手やったことないんで、参考の一つにしたいなっていうのが、まあ僕の個人的に見てみたいなという試合です。今回はですね、まあ1回戦はこんな感じかなというふうに思うんですが、まあ今回日本人僕含めて2人、ダニエル太郎選手と僕が出場していて、太郎くんがガスケ選手ですね。もうかなり年齢も上がってるベテラン選手ですけども、1週前の大会ではベスト4というところで、ベスト4だったかな？確かベスト4ですね。はい。まあかなりいいところまで食い込んでいるっていうところで、結構僕は太郎くんと相性いいかなと思ってます、個人的には。めっちゃパワーテニスではないので、なんか固くテニスする分、太郎くんにも時間ができるので、なんかうまくこの時間があるボールの中でコントロールしていけば、僕はまあ全然チャンスあるんじゃないかなっていうふうには思います。はい、で僕の1回戦はですね、ダビドビッチ・フォッキーナ選手という、まあ、まあ本来まあシードだったんじゃないかなって思ったんですけど、まあギリギリシードじゃなかったですね、彼は。まあ39位というところで、まあ1回戦にしてはかなりタフな相手になったかなと。シードじゃない選手の中では結構タフなとこに入ったと思います。まあただ似たようなタイプなので、まあパワーはもちろんありますけど、ストローク戦でがっつり打ち合っていく、まあ長いプレーも好きで、まあ粘って点を取っていくっていう選手なので、もう長いのを覚悟しております。お互いラリー戦の中でどっちが先に崩せるかみたいな、向こうの方がパワーがあるので、多分ちょっとパワーで押してくるんでしょうけど、僕がそれをどれだけ出して対応していけるかっていうのが、まあ今回の僕らの対決になるかなというふうに思います。簡単に勝つのはかなり難しいかなというふうに思ってます。なので、もう
う接戦を、覚悟してやっていきたいなというふうに思っています。まあ、今回はですね、1シードメドベデブ選手、2シードがナダル選手、3シードがアルカラス選手の第4シードがチチパス選手ということで、僕はチチパス選手のところに入っています。これ何が面白いかって、メドベデブ選手のところにキリオス選手いるんですよ。これマジで分かんないですね。ベスト4ここ荒れると思います。で、僕は勝ち上がっていけばチチパス選手なので、個人的にはハードで一番やってみたい相手ではありました。なのでここまではやってみたいなと思います。はい、当たってみたいですね。クレーでしかやってこないので、ハードコートで一回対戦してみたいなという相手になっています。まあ、ナダル選手は怪我が問題なければ正直勝ち上がってくるでしょうとは思ってます。正直なところやっぱりグランドスラムのナダル選手はもう別格ですね。で、第3シードのアルカラス選手がですね、ここコリッチ選手と当たるんですよね。僕はワンチャンアルカラス選手落ちるんじゃないかなって思ってます。ただもう今年のマスターズ、カレノブスタ選手優勝、コリッチ選手優勝なんで、もう読めない。はっきり言うと誰が勝つか分かんないっていうのが今のテニスの男子テニスですね。なので分かりません。はい、分からないです。皆さんの誰が勝ち上がるか予想、ぜひ期待しております。はい、ということで、僕の試合は月曜日になってます。日本時間だと火曜日かな、深夜かな、月曜日の深夜帯かな、ちょっと難しいですけど、アメリカ時間の11時、ニューヨーク時間の11時スタートになっております。皆さんぜひ夜更かしをして応援お願いいたします。はい、ということで今回は、US Open のドロー解説でした。1回戦頑張っていきたいと思います。それでは、一時チャンネルをご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。僕はですね、今オンラインサロンというものをやっていまして、その中で皆さんに向けたプレゼント企画だったり、そして Zoom を通じて試合後の感想を皆さんにお伝えしていったりっていうものを今、やっております。どん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 追加でコンテンツを作っていく予定ですので、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。詳しいことは、動画の概要欄から、チェックしていってみてください。